私たちと一緒に夢に向かって走りませんか。今日も一日頑張りました。やっと家で紅茶をいただけます。よければあなたも一緒にどうですか。確かダージリンにアールグレイ、セイロンがあったはずです。紅茶が好きなので常に何種類かストックしているんですよ。そうですね、私はダージリンが好きなんです。あなたもぜひご自分の好きな茶葉を選んでくださいね。そうやって自分の好きな紅茶を飲んで、学業や習い事を終えて一息つく瞬間が日々のちょっとした楽しみなんです。過ごしやすい季節は庭で紅茶をいただくことも多いんですよ。ピクニックみたいで楽しいんです。え、私がゆっくり時間を過ごすのは意外でしたか。休息も仕事のうちですから。でも確かに結ヶ丘が開校してからはあまりゆっくりする時間が取れず、そういったイメージを持たれるのも仕方がないかもしれませんね。これでものんびりマイペースに過ごすのが好きなんですよ。流行り物にも疎いですし、パーソナルコンピューターも最近使い始めたくらいで。でも結ヶ丘の名を有名にするためには休んでばかりはいられません。それにスクールアイドルの活動は楽しいんです。あ、すみません、ついに私ばかり話してしまって。次はあなたのお話を聞かせてもらえませんか。